はい、今回ね MF ゴーストのお話をしていこうと思います。今回のテーマはタイトルの意味ですね。まあ、2023年秋ね、10月からねアニメ放送がスタートするんですけれども、非常に楽しみな作品の一つとなっております。最近ねイニシャル D の配信っていうのも結構整ってきていて、まあ、一部ね配信サイトだとファイナルだけ見れなかったりとかする問題も解消されていたりするので、まあ、一気見してるんですけども、やっぱり何度見てもイニシャル D 面白いなと思います。個人的にはサードステージのね映画版あるんですけれども、あれが好きなんでね、須藤恭一と小頭海が出てくるシーンなんですけども、この二人もね MF ゴーストが登場してくるのでぜひ見てほしいなと思うんですが、そんな今回 MF ゴーストのタイトルですね。まあイニシャル D の時も長期連載でありながらも、このタイトルだったりとか、まあもしくはプロジェクト D もありますよね。まあある意味こう回収されたのは最後の最後でした。最終的におそらくねこの茂野先生の描き方からしても、このタイトルっていうのは非常に重要な意味を持ってくると思うんで、今回それをね考えていこうかなと思います。ぜひ皆さんのね考察だったりとか、 MF ゴーストの意見だったりとか、イニシャル D 最近見始めましたっていう方でもいいのでコメントをお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず現在ねこの MF ゴーストっていうタイトルの意味分かっているのかについてですが、その明確な意味は明かされておりません。今回の動画ね、ちょっと作中のね内容を若干触れていくとは思うんですけれども、重要なネタバレはできるだけ避けようと思います。ただこう要素として考えられる言葉は作中にたくさん登場しているので、そこから考えていこうと思います。まず MF ゴーストの MF ですね。これは作中の舞台でもある MFG から来ているという説が一番シンプルかつ濃厚だと思います。この MFG、 もう一度どんなものなのか解説していこうと思うんですけれども、両高橋が提唱したクローズドコース化した行動を内燃機関を搭載した車で走るカーレースイベントの総称がね MFG となっております。作中では第4回の大会まで開催されております。まあ、レースの模様は AI とカメラを搭載したドローンを通して全世界で有料配信されていて、契約視聴者数も3000万人を突破するほど人気イベントとなっているものがこの MFG ですね。実はこの MFG の目的という部分もあるんですけれども、まあ、富士山が火山活動を起こしたことで大地震や大規模停電などの災害が発生したことになっていて、この MFG はその復興イベントとしての側面を持っているんですよね。そのため各コースにはこの災害の影響をあえて残したセクションが設定され、災害の記憶を風化させないという工夫もあります。ただこれだけね内容っていうのを明確になっているんですけども、この MFG という名称の由来すらも明かされていないんですよね。つまりこの MF ゴーストっていうのは MFG と考えてもほぼ間違いないかなと思います。このカーレースイベント MFG が MF ゴーストのタイトルの意味としてまあほぼ間違いないかなと思います。なのでゴーストという部分、タイトルとしてヒントになっていると考えられるし、メタ的な部分でもこのゴーストを用いることでまあ呼びやすいという、そういうためにこう総称として付けられていると考えることもできます。ではまずこの MF の部分から考えていこうと思います。この M っていうのはまあモータースポーツだったりとか、もしくはねこれまでね戦いの行動っていう部分を考えると峠、マウンテンってこともありますよね。でこの F っていうのはファイト、まあ、とかファイナルとか、まあ、そういう意味があるんじゃないかなと思います。で G なんですけども、これはタイトル通りだとゴーストですよね。もしくはゴールドとかゴールとか、まあ、いろんな意味があるのかなと思います。まあ、単純にこのね要素だけ考えると MFG っていうのはシンプルだとこんな感じかなと思います。ただこれだと先代作であるイニシャル D の要素、そして何より両高橋、まあ、高橋涼介の意図が反映されていないので、イニシャル D の意味から考えてみようと思います。でこのイニシャル D の意味っていうのは、茂野先生からドリフトの意味が込められている D だと言われています。ただこの部分だけではなくて、作中でおそらく重要となるのは、まあ、後半戦の方ですよね。最終戦の部分ではプロジェクト D が結構重要だと思います。でこのプロジェクト D、 もちろんご存知の方も多いと思うんですけども、知らない方とかイニシャル D 触れたことない方でもう一度振り返っていこうと思うんですけれども、高橋涼介による涼介のためのチームとなっています。その目的っていうのが群馬の峠から世界に通用するドライバーを育てることだったと本人が語っております。そのために集められたメンバー、ベースはほぼこう赤木レッドサンズなんですけれども、そこにダウンヒルエースドライバーとして藤原拓海が起用されるなど、まあ、群馬で名を馳せていた若者が集まったチーム、これがプロジェクト D でしたよね。そしてこの D の意味は伏せられていましたが、最終巻となる単行本48巻にて明かされております。まあ涼介のね元恋人のこの香りなんですけれども、まあ、死神 GTR の北条凛と元婚約者であったのが香りだったんですよね。でこの香りの父の会社は北条凛の父が経営する病院の取引によって成り立っていて、香りと北条凛の関係は親が決めた策略婚だったんですよね。ただ高橋涼介と出会うことで三角関係になってしまったこの香りという存在がいます。でこの香りさんというのは亡くなってしまうんですけれども、その生前
前ですね、香織から凌介に対して男には夢が必要だと言っていたんですよね。で、凌介の夢は群馬の峠から世界に通用するドライバーを育てることとなっていました。そして最終巻となる単行本48巻では、凌介は香織の墓前を前にして、これからもそんなダイヤの原石を育てていきたいと語っております。で、プロジェクト D は凌介自身のまあドリームであり、ダイヤモンドで言える匠と圭介といったドライバーを育てていくことが凌介自身の願いであることが伺えると思います。これがおそらくプロジェクト D の意味だと言えますよね。つまり夢が続いていくということで締めくくられているんですけれども、そう考えていくとその延長線上にあるのが MF ゴーストだと考えれるのかなと考察します。まあ、藤原匠のマナ弟子ともいえる、まあ、片桐かなた、まあ、主人公ですよね。トヨタ86でね、スーパーカー集団をかき乱して、高橋圭介はミハイル・ベッケンバウアーが登場するまではコースレコードを保持していました。その後ね、諸星瀬名が出てくるんですけれども、凌介と圭介が推進するドリームプロジェクトで鍛え上げられたドライバーが登場してきます。なのでまさに高橋凌介の夢である群馬の峠から世界に通用するドライバーが育っているんですよね。なので MF ゴーストにおいては MFG はプロジェクト D のさらに大きな発展系であって、その目的は MF ゴーストの世界設定と凌介の夢からかつて残された行動での走りで世界へ貢献していく、そんな意味合いが持たされているとも考えることができるんじゃないかなと思います。ただこれだけだとまだゴーストの意味が曖昧ですよね。まあ、これについてですが、イニシャル D の主人公である藤原匠が関与していると思います。行動最速理論の完成形に近いものが藤原匠でしたが、プロジェクト D を通してもほぼ完成されたと言っても間違いはないかなと思います。そのものを後世に引き継いでいくため彼方に指導していたのも、もし高橋凌介に何か絡んでいたのであれば藤原匠の亡霊を作るということではないかという説が多方面で囁かれています。つまりメイク藤原ゴーストですね。藤原匠の亡霊を作る、この壮大なプロジェクトが MFG だと考察します。さらにイニシャル D ではゴーストという言葉が登場してきます。それはパープルシャドウのゴッドハンドの城島俊也のことですね。まあ、ジョーちゃんコーちゃん出てきましたけれども、高橋凌介は唯一この人物をゴーストと言っていました。藤原匠も最初の方でね、幽霊みたいだと高橋圭介が言っていたのもありましたよね。あのパープルシャドウの城島の意味としては、城島の走りを見ていると見入られてしまい自分の走りができなくなってしまうという意味だったと思います。で、藤原匠の場合は得体の知れないドライバーという意味、この2つの意味があると思います。この意味合いからもゴースト、亡霊という意味が重なっていると思います。また別視点でも世界観に重ねていると思える部分があります。今回のゴーストはもう死滅してしまった過去の内燃機関を用いた自動車たちがいますよね。このゴーストのように蘇って活躍するっていう意味も込められているんじゃないかなと思います。これに関しても MFG には特殊なルールが設けられているんですけども、レギュレーションとして、まあ、グリップウェイトレシオの均一化だったりとか、つまりこう軽い車はタイヤが細くなって重い車はタイヤが太くなるっていう設定でしたよね。まあ、これについては速く走るためにはタイヤの性能の範囲のみを走ってもダメで、タイヤの性能を 100% 使えるものが速いというねルールではないかなと解釈します。で、このイニシャル D の世界で唯一というか後半においてかなりね重要となってくるのがこのタイヤなんですよね。後半戦なんですけども、ほぼね細かいやり取りはあってもタイヤをどうするのかが重要となってきましたよね。で、速く走るためにタイヤの運転機能をフルに使う必要がある、この部分を課題としているのも MFG の一つかもしれません。まあ、以上様々な観点で MF ゴーストの意味はあると思いますが、高橋凌介のあらゆる夢要素を取り込んでいるのが MFG に詰め込まれていると思います。つまり結論としては、プロジェクト D の延長線上にあるものとして MF ゴーストというこの亡霊だったりとか、いろんな意味の亡霊という意味が込められているのがこの MFG だと予想します。一部ではね、前回の動画でもコメントいただいたんですけども、メイク藤原ゴーストではなくてこの藤原がね文太という季節もあるので、まあ、その辺も考えてもすごい濁している部分がたくさんあるかなと思うんですけれども、いずれ最終段階になると何かね結論が出てくるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのねご意見だったりとか考察とあればコメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。